えー、皆さんこんこにちは、えー。今回何に関してお話しさせていただきたいかというと、いわゆるオウム真理教、地下鉄サリン事件から25年ということでね、えー、その頃ということで、えー、それに関して振り返りたいと思います。もうあれから25年かと思うとね、まだ中学生だったけどね、えー、その中で、もうあの時の,その地下鉄サリン事件で、松本サリン事件もあったじゃないですか。だからあの時も不気味なね、やっぱりそういう匂いはあったわけだけど、 まあ今回は、いわゆるオウム真理教、オウム真理教、そしてその後継団体であるアレフ、もしくは光の輪、女優派の光の輪、えー、他に、えー、いわゆるカルト宗教、ね、統一教会なんかもね、未だにいますし、幸福の家具などがあります。まあ他にも数多くのね、宗教団体、カルト宗教と言われている団体に関してもちょっと言及させていただきたいと思います。 えー、今回はね、まあ、25年ということ25年前ということで、このチャンネル見てる方は中学生、高校生の方もいます。老人生もいます。大学生もいらっしゃいます。えー、もしくは、まあ、社会人1年目、2年目、3年目ぐらい。そのぐらいの方だとね、ちょうど25年、25歳ぐらいまでということで、えー、生まれた時ぐらい。で、覚えてない。って,かってか、知らない人も多いんです。生まれてないからね。で、もしくは、30歳ぐらいで、例えば、あのー、25年前だから5歳とかなあんまり記憶にない方もいらっしゃると思うんだけど、 えー、その中でお、まあ、地下鉄サリン事件ということで、ね、ありました、まあこの中で13名が死亡し、6000人近くが重軽傷を負ったという、もう本当に戦後類を見ないね、いわゆるテロ事件です、オウムということでね、えー、これに関して、まあまあ、いわゆる後遺症を、ね、患って目がつかりやすいとか、ね、焦点が合わないって、ねえーえー、それ、なんかレーシックと一緒だなと思ったんだけどね、でえー、そういう感じで、 えー、あったりする。ね、他にも疲れやすいとかね。いろんなところで後遺症を負っている方々がいます。とにかくこれに関してはね、25年前というか、地下地下事件は私の中では記憶に新しい、新しいです、えー。これに関しては絶対許すものではありません。で、オウムの裁判ということでね、えー、この件に関しては長い間かかってやっとオウムの、えー、教祖ね、朝原昌子は処刑されました、えー。その中で幹部も含めて処刑をされ、 いま、えー、だに、じゃあ今何が起こっているのかも、これ関も関しても、現実をね、皆さんにお伝えさせていただきましょう。まあ、警察公安関係者からね、いろいろとね、えー、直接お会いしてね、いろいろと情報交換したりしてるんで、お聞きしてることなんだけど、例えば今ね、公安などが注視しているもの、これ、今でもなくて、しばらく前からなんだけど、えー、と何があるかっていうと、オウム真理教があのようなことがあって解散しました。で、その中で、オウムが、いわゆるアレフ、 ね、これがまあ正統派と言われてアレフで、上優派と言われているものも、まあ、アレフに比べたら少ないんだけど光の輪ね、いますこの2社がいわゆるオウム真理子の後継団体なわけですその中でお、まあ、これに関しては公安が内定調査とかね もしくは、元信者などからの聞き取り調査などでいろいろと分かってリスト化してね、えー、一覧表としてまとめているわけです。えー、その中で、えー、今、どういったことが起こっているかっていうと、地下鉄サリン事件が起こっては25年ということでね、えー、これはもう何年か7年ぐらい前から、まあ、ずっとそれ言われていることなんだけど、いわゆるその、ね、オウム真理教ということで、それを知らない世代、知らない世代が学生になってということで、 特にこれからまた新しい時代が始まりますよね。これから大学入られる方、ちょっとよく聞いていただきたいと思います。大学とか短大とか専門学校入られる方、よく聞いていただきたいんだけど。 こういう春の時期、新しく、じゃあ高校卒業して大学に入ります。上京してどこ行きますとかね。関西の大学に入りますとか、名古屋大学に入ります。じゃあ行きます。で、行って、そこの先で勧誘してくるんです。勧誘ね。で、そこで出すのが、まあ結構これカルト宗教の上等手段なんだけど、可愛い,い女の子に勧誘させて引っ張ってくるんです。最初は絶対そういう段々の名前出しません。これがまさしくカルトとそのものなんですけど、 出さずに近づいていって、えーまあ、ちょっとヨガの教室、ヨガ習いませんかって言ってね、買い出しい、あ可かわいいじゃんって、え、何あれ、やばいよねって言って、で、言って、えー、そのままついていっちゃって、それでそのままね、仲良くなっていくうちに、実際その後で教団に引き込まれるというパターンなんです、これは洗脳、いわゆる英語のマインドコントロール、してね、洗脳して、操って、えー、教団側に引っ張るというのが、えー、実情なんです。 だから今ね、やっぱり公安関係もやっぱり注視しているのが、そういった、何もそういった死活サリン、オウムに関しては知らない世代が、まあ、大人になってきて、それらを、えー、いいことにね、えー、いわゆるそのオウムの後継団体のアレフである光の輪が、えー、いわゆるそれをね、えー、勧誘して引っ張っていて、信者を少し増やしてるのが実用なんです。これは怖いです。なので皆さんの周りでね、皆さん自身がまあお、まあ、 ね、あのこれから学校に入られる方もいらっしゃる、これからまだ先でもあり、でその中で、もしくはあの皆さん,なん、いろんな年齢層いますので、お子様、えー、お嬢様が進学される、そういった時に、必ず気をつけていただきたいのは、そういったカルト宗教の洗脳、勧誘に、ね、合わないように、ね、入らないようにということを必ず、ねえー、言っていただきたいと思うんです。 それによって、このような形でね、例えばオウム真理教なんかもそうですよね、一流の大学と呼ばれているの出て、あのような形で写真集団になってしまった。あれだってオウムに入らなければマっとな人生を歩んでいたと思うんですね。えー、それなので、カルト宗教の怖さっていうのは十分分かったと思うんですね。なので、そこに関しては絶対そういう風なことは入らしちゃだめだし、今ね、皆さんの、ねえー、お子さんが小さいのであれば、 小さい時からカルト宗教に関して良くないというね、えー、ことをずっと頭に叩き込んでいく。それがやっぱ重要じゃないのかなって感じがします。うん、なのでまあね、えー、結局ああいう形でオウム真理教の後継団体アレフ光の輪が滑走している。本来であれば日本は破防法を適用してね、だから日本がやっぱり戦争 GHQ でね、まあ、いわゆる負けてね、アメリカ GHQ でって骨抜きにされて、 その中でいろいろね、やっぱり弱い,いや、法律的にはやっぱりなかなかできないものもあったりするんですね。だけどこういったところは、テロ組織ですから、やっぱりしっかりとやっていくべきじゃないのかなって感じがします。はい。で、えー、カルト宗教のじゃ定義って何でしょうかという話なんです。いろんなね、まあ、すべての信仰宗教はカルトだと思っていません。自分はね。ええー。だけど、その中にやっぱ信仰宗教の中にやっぱりお金儲けとかね、えー、そういったする、もしくは、 オウムのような危な危い宗教団体もあります、えー、そういったところをしっかりあってねだからなんじゃ何がカルトをね認定させるかいくつかの点があってこれが多ければ多いほど、えー、カルト宗教と思っていただければと思います例えばね自分の所属してる宗教団体が正々堂々人の周りにな言えることできない天理教とかだったら例えばねあのしっかり言うことできるじゃないですかもしくは自分の周りに例えばそういう なんか政治的な勉強会行くとね、元聖書の家、今の聖書の家だめだけどっていう政の、元聖書の家の信者の人々がいたりしてね、まあ、仲,仲良くっていか、いろいろ交流はしてるんだ、いろいろ話は聞いてるんだけどあの、正々堂々と、正々堂々と自分の所属してる宗教を植えない、これがまず1点目。2点目としては、えー、何かというと、えー、教祖が独裁的で、お金目当てね、お金稼げばいい、だから独裁的でワンマン、そんな感じなのが2点目。 3点目としては、えー、勧誘が、勧誘が必要。勧誘が必要だ。勧誘もものすごい来てくれ、来てくれとかね。まあ、これ、あれどこのとこは言わないです。選挙の時に、えー、お願いします。ちょっとせ表意出てくださいってね。来るところとかあるじゃないですか。で、それが3点目。4点目、えー、これは脱退が容易でない。脱退するのに、じゃあもう脱退だめだめだめ、出てだめ、ね、なんとか残ってくれって、ね、感じでて、脱退がなかなか容易じゃない。これ4点目。 5点目は政治に深く関わろうとして、関わってる、もしくは関わろうとしている団体ね。例えば、オウム真理教、オウム真理教は、笠、えー、原将校がまあ、選挙に出たときありますよね。だから選挙、政党を持ってるところとかね、えー、公明党とかね、あとは、えー、幸福の実現党とかね、そういったところもあります、えー。そういった政治に深く関わろうとする。でもそういうことを言うとね、結構いろいろと考えたら、神社本庁だって、日本会議とか絡んでてね、もしくは政庁の元政庁の家でそうじゃないですか。 その考えでそれも含まれるのかなと思ってしまうんだけどね。で えー、あとは、えー、今5点言いましたね。あとは6点目というのは裁判沙汰になってる。裁判でいろんなところを起こして訴訟が起こっている、騙された壺を売られてね、統一協会に壺を売られて、高い値で売られて、えー、これに関して賠償,せ賠償してね、えー、元信者が例えば監禁されたとか、その中で、えー、そういう裁判沙汰になってる。ね。えー、7点目、えー。悪い評判がいっぱい立っている。ね。いい評価を聞かない。だからまあ、それだから名乗れないあるんだけどね。7点。 えー、そのくらいかなだからその7点のうち、じゃあ、もう半分以上当てはまればカルト認定、カルト宗教として認定してもいいんじゃないかなと思います、カルト宗教としてね。えー、なので、皆さん、宗教団体、まあ、もちろんこの中の宗教に、ね、あ入っている方もいらっしゃるんだろうけど、いる,いるかもしれない。まあ、ほとんどは入ってないと思うので、ね、自分自身は全くそういう宗教団体って全く入ってません。あの信仰宗教も含めてね、全部入ってません。あのもちろんそういう調査のにで、 いろいろとやり取りする人はいますけど、調査してるわからないですからね。えー、だけど、えー、その中でやっぱり宗教ということで、もちろん自分はね、処人の日本人として神社参拝させていただいて、あのー、ね、やります。神社参拝します。で、段階は仏教ですから、まあ、そのもちろん葬式は仏式です。だけど、その中で、 あのそれ以外別にそういう宗教ってのは別に深く関わろうという気もないし、寛、え、容、ー、されたことありますね、そう、あの何があったかっていうとね、よく新宿とか歩いてた時に、すいません、ちょっと手相見してくれませんかって、あの見たら、あこれはすごいですねってって、いや、堀内さん、本当にね、あの将来大物になると思うんですよって、ただね、一つだけね、やっぱりそれを阻害しているものがあって、 よかったら、事務所ちょっと近くあるんで、あのお話聞いていただけませんかっていう、これまさしくね、統一教会のやり方あの、手相を見るとかね、それによって高いものを何か売らせる、いわゆる、あのなんだ、えーと、そういった商法なんですよね、霊感商法、だから何か後ろについてるとかね、もしくは家の家系と家系図とか家計が家のあれがどうとかいうのも、統一教会が多かったりするんだけど、結構気をつけです。 いわゆる今、保守層の中に、保守層の中にね、えー、やっぱり統一教会系がかなり昔に比べたら、えー、かなりもう人が少なくなる事実なんです。ただ、いまだにね、まあ、力を持っていて、例えば勝共連合、ユナイトっていう学生だったりね、だから前も演説してましたけど、ああいう学生連中もやっぱり、まあ騙されてるんだな、まあ、親がそういう統一教会の信者でってこともあり得ると思うんだけど、えー、そういう統一教会のあれも見ます、そして保守層と言われてる、今ここ最近5、6年、7年ぐらいでね、まあ、有名だった保守言論人という 後ろの中には、えー、もし統一協会もしくは幸福の科学が後ろでついてお金を回してたりするのが実情なんですだから真のいわゆる保守と名乗る人々はどれだけいるのかそういったところはないねだから韓国が韓国がと言いながらいざ 統一協会が後ろからね、やってたりして攻撃させてってあったりするんだけどね、えー、そういったところがあります。だから皆さんが例えば、保守と名乗ってる人々、ここ5、6年でなね、有名になった人々を見ていただいてね、えー、結構やっぱりそういったカルトがと繋がってる人々がかなり多いというのが実情です、えー。これが真実なんですよね。だからそこら辺はしっかり見極めるようになっていただきたいかなって感じがします。統一協会壺織、もしくは幸福の科学の板小芸ね、あれも天皇陛下、昭和天皇の あのーまあ、ものまねをするってはいかにも不敬ですよね。まあ、いわゆる現職、ね、を大統領にして天皇陛下じゃなくて大統領にして同州制を引くってこと自体が、まあ、皇室に対して不敬な念を持っているのは実情だと思うんだけど、えー、そういったところはやっぱり、まあ、うまく、ね、保守層に入り込んで画策してお金を回して、ね、有名なまるホテルとか、えーね、これもよくあるわけだし例えば、マインホンとか えー、そよ風、ああいったところも統一教会系ですからね、これは公安、外事化、すべてですね、まあ、いろいろと全部聞いてね、そういったところの関係者内定調査で明らかになっていることです、まあ、実際、ここのところで全部述べたい、リストとして全部あるので、述べたいところなんだけど、あえてここは研究しないでし、まあ、ようにします。 とやるんだけどいずれにしてもねまあ宗教ということで、カルト宗教っていうのは本当に怖いなって思うんですやっぱり宗教はハマっちゃうのは、こういうしが見えないでしょうねいや、国の科学の女、統一教会とかね女の子とか、えー、前行った時き創価学会もそうなんだけど、なんかこうなんですよね、しっかり話を聞くのに徹してたんだけど、まあ、ちょっとなんか言うと、やっぱもうずーっとこういう感じ、周りはこうならない、だからこういうふうになっちゃうんだなっていうね、一方的になっちゃうんだなっていうのは感じました。 だからやっぱりまあね、皆さんもね、まあいろんな宗教ありますけど、特、えー、にね、若い方は、えー、もうこういうカルト宗教のね、オウム真理教のありがありますので、 はまらないでねいただきたいと思うし、お子様がいらっしゃる方はしっかりとこれを伝えていくカト宗教がどれだけ危険なのかを欧ムシネ教を事例に挙げてねやっていくのが必要かなって感じがします。二度とこのようなねあのテロテロのね行為を行わせないためにやっぱり重要なことではないのかなって感じがします。それともに日本政府はえより厳格化しこういった危ないカルト宗教に対してテロ組織まあ法改正をしてねしっかりと罰せてであの解散させるぐらいの えー、効力を持っていくべきかなって感じはします。ということで、今回ね、地下地下臨時間25年ということで、えー、早25年です、えー。そういったオウム真理教問題、そしてオウムの後継団体、えー、アレフ光の輪、そして他のカルト宗教団体に関して語らさせていただきました、カルト宗教とは定義とは何かということに関してもね、ということで、皆さんもねカルト宗教には絶対はまらないでねいただきたいと思います。